フェントン・ロビンソンは、米国ミシシッピ州出身のブルースギタリスト、シンガー。歌もプレイも、クールで繊細なタッチが特徴で、ギターは、ジャズ的なコードワークを取り入れ、チョーキングよりはグリッサンドを多用するなど、ブルースギタリストとしては、やや異色なものであった。日本では1970年代に人気を博し、メロを、ブルースジニアスと呼ばれた。1935年、 ミシシッピ州に生まれる。ティーボーン・ウォーカー、B.B. キングといったギタリストに影響を受けつつ、ギターの腕を磨いた。1951年、メンフィスへ移住。1956年には、ロスコ・ゴードンのデュークレコードのセッションに参加する。1957年、ミーティアレコードよりシングルテネシー・ウーマンで、ソロデビューを果たした。この頃からラリー・デイビスと、 デュオで活動するようになった。1958年には、ボビー・ブランドの紹介で二人は、デュークレコードに、レコーディングするようになった。ここでは、ラリー・デイビス名義のシングルテキサス・フラッドをはじめ、アズ・ザ・イヤーズ・ゴー・パッシング・バイなどの曲を残している。前者は、スティービー・レイ・ボーン、後者は、アルバート・キングがそれぞれカバーしている。1962年、フェントンは、 シカゴに拠点を移し、市内サウスサイドのクラブなどで活動をする傍ら、USA、ジャイアント、パロスといったレーベルにレコーディングを重ねた。その中で生まれたのが、1967年のパロスからのシングルサムバディローン目、A ダイムであった。この曲は、彼の代表的なナンバーとして知られるようになった。 ボズスキャッグスが1969年のアルバム、ボズスキャッグスでこの曲をカバーするが、彼は当初これを自作曲としてクレジットし、ブルースファンより非難を浴びることになった。この問題は法廷に持ち込まれ、最終的にフェントンが勝訴している。1971年、ナッシュビルのセブンティーナナレーベルで、初のアルバムレコーディングに臨むが、出来上がった。 作品、マンデーモーニングブギアンドブルーズでは、フェントンのギターがほとんど聴かれず、バックのバンドも、フェントンと全く合っていないなど、散々な結果に終わっている。しかし1974年、続いて、シカゴのアリゲーターレコードよりリリースした、サムバディローンめ、A ダイムでは、一点丁寧なプロデュースで、本来のフェントンサウンドが展開された。 このアルバムを彼のベストとする声も多い。アリゲーターからは、この後1977年に、セカンド、アイヒアサムブルーズダウンステアーズをリリースしている。この頃日本のブルースファンの間で、フェントンの人気が高まり、雑誌、ザ・ブルースの読者投票で、来日してほしいブルースマンの1位に選ばれた。このような状況の中、来日公演が企画されたが、 フェントンが過去に起こした交通事故で有罪判決を受けていたことが問題となって日本入国のビザが発給されず公演は中止となってしまった。1984年にはオランダのブラックマジックから新婦ブルーズ・イン・プログレスをリリースし健在ぶりを示した。1989年にはビザの問題がクリアされついにフェントンは来日を果たした。 同年ブラックマジックからのセカンドスペシャルロードもリリースとなっている。1997年にはパークタワーブルースフェスティバルで再来日が企画されたが本人の体調の悪化で中止になった。同年11月25日、フェントンはイリノイ州ロックフォードで脳眼による合併症で死去した。ありがとうございます。